疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあクッキーさん、はい、こういう番組でございます。奈良炭職人さんの家行きましたけども、すげえ勉強になりましたよ、うん、まさか、まあ、あんま言うとあれですけどね、鳥のあのクソが鳥のクソがあんな役に立つんだとは貴重な鳥のクソ、うん、貴重な鳥のクソでした。ウグイスのクソが、はい、あ、こんなことで便利に使われてるんだなっていう、ま、あの情報、ま、多分一番こう結びつかんとこに行ってんじゃないですか。炭職人の今の現状と炭を作ってる方、家が、うん、あ、こんなに減ってるんだっていうのもありますし、でもそんな中150年続く工房で親子が一生懸命作ってるという物語でございますから、バカリズムさんおすすめ企画、小峠さん、はい、の巻いかがでしたか。僕は楽しみにしてるんですけども、はい、今回いつもよりもちょっと全体的にこの絵面がちょっとあまりよろしくなかったかなっていう、ちょっとあの小中の割合もちょっと多かったし小峠さんにはね聞いてませんけども、まあ、最終回というかもう最後のロケだったので、うー、先輩からのご褒美でちょっとこう画角に入るようにしたのが結果あ、そうか、マイナスに働いた。 あの企画のファンの僕としては、はい、あの小中は嬉しいんです。なるほどなるほど。小中は見たいんです。見たい視聴者的に大丈夫かなっていう。そうですね、うん、基本的に ピントが後ろにあってました小峠小中と酔ってるから分かってないですけど日本非常にバランスが悪くなっておりますが見てほしいと思います。お願いします。